見つけた。ああ。やったはその日に忘れるんだ。マサヤ、こんにちは。こんにちは。お父さんがね、お前の分も一緒に現像してあげるって。本当、うん、やったー。その日のことはその日で忘れるからね。勉強だってなんだってね。仕方がないぞ。写真もやってんですか。あんまり乱暴なもんですからね、キャメラでも持たせれば少しおとなしくなるかと思って。いやー、綺麗だなー。一枚余ったからね。こういうのも悪くないと思ってね。うん。何でもかんでも、SL やブルトレを映せばいいってもんでもないからね。あ、これなんだろう。丸いなー。空飛ぶ円盤かな？まさかー。でも本当だ。UFO みたいだなー。そうだ、フリスビーだよこれ。そうだった。あの日山野君は品川駅近くで一日中ブルトレを映しての帰り道、ひょいと公園に寄り道したんだった。夕日が綺麗だった。そこで山野君はフィルムが一枚残ってるのを思い出した。仕方ないか。僕一人の公園でもないし。これが喧嘩の元になるとは、お釈迦様でもご存知あるめ。そうなのだった。フリスビーの少年は実はバルタン星人だったのだ。よろしい。わしはこの少年の心を利用して再びこの地球で大暴れしてやるぞ。いけない。お、バルタン星人だ。
懲りもせずに。それでさ、そこに浮かんだまま UFO のやつ動かないんだよ。他にも大人も子供もいっぱいいたんだけど誰も気づかないんだ。それでさ、みんなに教えてやろうと思ってこうやって両手を口に当てるとさ、急に手がしびれたのさ。本当かな。いや、もう少し聞こう。なんといっても証拠の写真があるんだからな。テレパシーってのはあれなんだよな。急に頭の中でこういう声が聞こえたんだ。誰も呼ぶ必要はありません。私は君だけに映画を見てほしいのですからね。なんでお前だけに見せたいんだい。それは僕も聞いたさ。そしたら、山のマサヤ君の心は君たちの小学校の中で一番美しい。でさ、待ってくれよ、まだあんだから。とにかく早く写真を撮れって言うから撮ったわけ。それなら聞くけどさ、せっかく撮影させてくれたのになんで一枚だけなの。もっともっと何枚も撮ったってよかったんじゃないの。だからさ、ウルトレ撮影の後でフィルムは1枚しか残ってなかったって言ってるじゃないか。それなんだよな。写真が1枚ってのはなんと言っても信用問題だよな。そうだよな。こんなお皿どこにだってあるしな。フリスビーだってあるしさ。ねえ。そうだよ。それだ。よし、1枚で信用しないなら10枚、いや20枚取ってやる。出番ですよか。マサヤちゃん。お母さん。いいのいいのよ、マサヤちゃん。空飛ぶ円盤の写真を作りましょうよ。知ってたのか。そうよ。ママはね、何だってお見通しなんだからね。立派な UFO 写真を作ってお友達を見返してやんの。ね、ママ。そうよ。お前はいつもあの4人組にいじめられてるじゃない。ママとっても悔しいのよね。そりゃ僕だって。だからさ、みんなをやっつけてやんのよ。ね。よし。僕はいつもあいつらにひどい目に遭っている。だから素晴らしい UFO 写真を撮って、あいつら悔しがらしてやるんだ。そうよ。それでこそお前はママの子供よ。よし、撮影開始。うん、よーい、スタート。いいよ、行くわよ。どれ。あの少年のお母さんにバルタンのやつが化けてんですよ。よし、俺が追っかけよう。いや、子供は混乱します。よした方がいいですよ。うん、仕事の邪魔しないでよ。いや、悪かった。そうか、
フリスビーの撮影してたのか。フリスビーじゃないよ、 UFO だよ。え、じゃあこのカメラには本当の UFO が映ってるのかい。うん、そうだよ。よし、それじゃあ本当かどうかこのフィルム UGM の本部で現像してきてやるよ。だってでも本当に映ってんならいいじゃないかね。うん、いいよ。このフィルムには絶対に UFO が映っているんだからね。はい。くそ、いまいましい UGM 名。しかし今度は絶対に失敗せんぞ。コンピューター分析では絶対にトリックではないんですよね。バルタン名、いよいよ超小型 UFO を使い出したか。 UFO は子供の夢だ。このままいくとバルタンは子供の夢を叶えるサンタクロスということにもなりかねませんな。子供を味方にすればエイティも手が出ないことをバルタンは知ってるのね。 UFO は子供の夢、そこへバルタンはつけ込もうとしている。子供たちの夢を傷つけないようにバルタンをやっつけるのはなかなか大変だ。みんな頑張ってくれ。どうだい、これが本物の UFO か。そうさ、八幡裏の広場で映したんさ。何時頃？3時から4時の間さ。変だな、その頃僕その近くを通ったけど UFO らしいものは何にも見えなかったけどな。それはね、 UFO や宇宙人に選ばれていない人間には何も見えないっていうことさ。でもさ、カメラに映るということは人間なら誰でも見えるってことじゃないの？するとやはりこの写真も偽物ということか。なんだと？そうだな、やっぱりみんなの前に本物を呼んで見せてくれないと信用できないな。そうだよ、そうだよ、そうだよ。ヤマトさん、 UGM のコンピューター、この写真本物だって答えを出したんでしょ？うん、とにかく釣り糸で吊るしたりフリスビーを投げて写したものではないという結果が出たな。確かでもね、君たち。何？いや、肝だ。こういう問題はさ、最後までケリはつかないもんなんだよ。 UFO はさ、そう、神様や仏様と同じでね、いるという人にはいるし、いないと思ってる人にはいないんだ。そうかな。そうさ、仮にだぞ、お寺参りをしているおばあさんを捕まえてご先祖様を信じてるなら、どこにいるか霊を見せてくれって君言えるか？そんなかわいそうな、お年寄りをそんなことでいじめられないよ。そうだろ、 UFO も同じだ。いると思ってる人にはいるし、いないと思ってる人にはいないんだ。それだけさ。それ以上やり合うと喧嘩になる。そうだ、山瀬さんの言う通りだ。さあ俺たちこの辺でもう UFO 論争にはケリをつけようぜ。ん、やだ、絶対に UFO を呼ぶ。阿部、待ってろ、絶対に UFO を見せてやっからな。よし、見せろ。いくらトリックがないって UGM が証明したって、写真だけじゃ僕は絶対に UFO なんか信じない。絶対見せる。絶対見せろ。見せたら古文になるか。見せなかったら僕の古文になれ。子供と子供が喧嘩する、男と女が喧嘩する、家と家とが喧嘩する、そしておしまいには国と国が喧嘩する。ミサイル発射、手裏剣射出、日本は滅びる、地球は滅びる。こちら UFO、 こちら UFO、明日は日曜日、昼12時ジャスト、嵐が丘に UFO が出現する。いいか、明日12時だぞ。必ず君の4人の友達を証人に連れてくるんだ。分かったね、12時、嵐が丘。12時、嵐が丘。12時きっかりに UFO は現れるんだからね。二人とも来てね。はい。UFO って、お前の公園の写真に写ってたフリスビーのことかい？あれはフリスビーだったけど、今度は違うんだよ。これがね。UGM の保証付きなんだ。
これ、この前ママと一緒に写したんだよね、ママ。何言ってんの？こないだから変なことばっかり。ねえ、マサヤ、お母さん言っときますけどね、あなたと一緒に UFO の写真なんか撮ったことないわよ。そんな。そんなに喧嘩するんじゃいっそ、インチキ写真以外の何者でもないとかなんとか言った方が良かったかもしれないな。嘘の方便ですか？あの、私こう思うんですけど、UFO を見たという人は、何かこう心の底に溜まっているものがあって、その吐き口に UFO を利用するんじゃないでしょうか。うん。で、その少年は？ええ、友達とはあまり折り合いが良くないみたいですよ。何かあるとことごとに対立するみたいですね。ああ、それで UFO を持ち出して、一挙に仲間のナンバーワンになりたいんですね。気持ちはわかるけどな。キャップ、ポイント27に微弱ですが、宇宙バリアアルファ光線の発生が見られるようです。何？バリアアルファ光線の探知ができる景気はこれしかないんだが、どうしてわかった？キャップ、星さんと一緒にポイント27に行ってきます。山の少年の家がその近くにあるんです。さあ行こう。はい。じゃないかよ。よいよ、俺の子分か。ああ、12時過ぎてるよ。どうすんの？どうすんだい？ UFO 出てくれ、お願い出てくれ。もうすっかり UFO の宇宙人に選ばれたと信じ込んでましてね、嵐ヶ丘に12時に UFO が来るってんで、お友達と一緒に出かけましたの。12時、嵐ヶ丘。あっ、失礼しました。失礼。何があったのかしら。どうした？次元空間が出口を求めてこの辺りを走り回ってるわ。それで山野も一生俺の子分か。哀れだの。山野、今のうちに謝れよ。そうだよ。やだやだ、 UFO の嘘つき。待った、諸君、地球へのご招待ありがとう。助けてくれよ。私は大丈夫。行って、嵐ヶ丘に早く行って。よし。さあ、今度こそは地球をたっぷりと痛めつけてやるぞ。やめてくれよ。何？くそ、UGM のあいつか。バルタン、子供たちに近寄るな。俺はこっちのセリフだ。近づいたら子供の命はないぞ。お、バルタめ。
80は初代ウルトラマンから習ったバルタン星人への必殺技ウルトラスラッシュを思い出したのだ。みんな、ヤマトさん、いいかいみんな、あまり意地の張りっこしてるとこういうことになるんだぞ。どうもすいません。悪い宇宙人たちは私たちの心をいつも狙ってるんだから、もう喧嘩しちゃダメよ。はい。よし、それじゃあみんなでフリスビーで遊ぼう。フリスビーはもうたくさん。どうしたんだ。それ。不思議な魔法使いマージンが現れた。ホイホイと魔法の杖から出てくる品物に少年たちは目を見張るばかりである。ところがマージンが住処にしている魔法の壺がガキ大将らに取られてしまった。何を思ったのかガキ大将らに促されたマージンはあのドクロ怪獣レッドキングを出してしまった。次回ウルトラマン80、恐れていたレッドキングの復活宣言。